いつもご覧いただきました。ありがとうございます。また、えー、気になる列車、乗ってみたい列車、えー、乗ったらどんな感じなんだろうという思うような列車を見つけたので、えー、動画の方を上げさせていただきます。えー、今回は、えー、またですね、GTB 時刻、JTB 時刻表2022年8月号から見つけました。えー、ページが680ページですね。680ページの、えー、専門本線。 えーと釧路、えー、根室本線、北海道東部の釧路と網走、えー、を結ぶ、えー、路線です、えー。そこのですね、えー、と今回は、えーえーと、下の段の方にあれですね、釧路発13時35分の、えー、臨時列車ですね、釧路湿原の6個4号、うん、こちらの方に乗りたいなということで、挙げさせていただきました。 えー、この列車ですね、えー、釧路駅を13時35分に出て、えー、隣の東釧路に13時40分、でその後、えー、東谷駅を通過して、えー、釧路湿原駅13時59分、細岡駅14時4分。 で、道路駅14時17分で、で灯路までの運行ということになっておりまして、え特徴としましては、えー、この野呂っ子号という名前の通りですね、えー、釧路湿原の辺りの、えー、区間を、まあ、ゆっくり走りながら、展望車付きの車両でゆっくり走りながら行くという列車で、えー、展望車両の方が、えー、指定席になっていて、えー、展望車両じゃない部分が、えー、自由席になっているという、まあ 快速列車でもないですね、普通列車の扱いで、指定席のある普通列車の扱いの臨時列車ということで、えー、運転日がですね、8月5日までの毎日と、8月8日から9月13日の月、火、水、木、金曜、および9月19日運転となっております。動画アップこれするのが8月の8日なので、えー まあ今日えー、基本は、えー、月火水木金ですね、9月13日までの月火水木金、えーまあ、山の日も含めた月火水木金と、あと、えー、9月19日と運転となるんですが、えー、これの気になる点が、ねえー、この釧路駅を13時35分、えー、午後1時35分に出発すると。 いうところなんですねでなんでその13時35分に、えー、出発する、えー、この出現をのんびり行く列車が気になるかというとですねあの北海道ってあの確か8月の20日ぐらいに、えーとまあ、高校だの中学校だの小学校だの学校の新学期新学期というか、えー、と始業式、えー、が始まるというか、えー、夏休みが終了するかといった方がいいのかな。確かにほ 海道特に高校は、えー、と今は1学期、2学期、3学期じゃなくて前期後期みたいな感じで扱ってるみたいで、えー、と8月の20日過ぎに夏休みが終わってでその後と9月に前期試験みたいなのがあるみたいな感じなんで、まあ、あの始業式があるかどうかはからないんですが夏休みが8月の20日ぐらいに終わると。 いうことなんですねで、えー、とその終わった後、えーまあに、えー、とに、まあ、普通に授業再開してああのまあ、2学期の始業式とかとは違ってまあ、普通にもうすぐ授業が、えー、6時間とか7時間ぐらいの授業が始まってみたいな感じででその後、えー、なんか体育大会とかも8月中にあるみたいなところ高校の方が多いようなんですが、えー、この列車1時35分発。 で、えっ、ー、と、ま、あその、調べると、あの、なんだろう、ま、あ7時間目まで授業あるときは、さすがに、えっ、ー、と、この列車は乗れないんですが、あの、例えば、午後1というかですね、どこだっけ、釧路のどっか高校のホームページ、今見たら、あの、9月の5日ぐらいに、えー、中間試験というか、あの、前期試験か、前期試験があるみたいな感じの日程の高校があったんですね。で、そう、 とと考えるとああいう学校の定期試験で確かそんな毎日、ね、5教科も6教科もガツガツやるわけじゃなくて基本午前中で終わってみたいな感じのが多いと思うのでそうなるとこ,、えー、そのこの列車の運転日が9月13日までの月火水木金なので何て言うんだろう地元の 試験,試験勉強翌日の試験勉強とかしなきゃいけない高校生と、あとさらに青春18切符は9月10日まで使えるので、あので特にあの、まあ、高校生までは違うと思うけど、大学生ぐらいまでの都,都内とか全国にいるような人たちがこう、釧路の湿原の観光列車に乗るみたいな感じのコントラストが面白いんじゃないかということで、この列車を挙げました。 だから指定席の展望者のところには、わいわい楽しむ人がい,いる中で、一両後ろには、もうみんなあのノートとか見ながら試験勉強をしているという、このコントラスト、この感じが非常に楽しいというところですね。うん、まあ、実際、ね、あの釧路の町からこの道路方面に。 通ってる人が列車使うかどうかとかとどれくらい乗ってるかとかいうところの実際にデータもないしえ私も最近この辺乗ってないので状況は分かんないんですがまあそういう状況も含めて確認をしに行きたいなみたいな感じのえ列車ですね。他のダイヤ他にも釧路湿原の6号って え本数ありまして、えー、これの今言った釧路湿原のろっ四4号の前に11時6分に釧路でる釧路湿原のろっ二2号というのが、えー、9月13日までの毎日と9月17から1923から30運転みたいな感じであるんですが、まあ、11時6分だと学校の授業を にドカブリするんでまあ学校の人は乗れるんで高校の人とか中学の人は乗れないでさらに、えー、この後に十五時二十三分発の駆除、えー、出現の六号 ががあるんですが、えー、それが釧路湿原のろこ94号というのが、えー、9月18日までの土日運転なんでこれは学校行く人は乗らないでさらに15時23同じ時間に、えー、夕日のろっ号というのがあって、えー、これも同じダイヤで走ってんですがこれも9月20から22運転なんであの秋の、えー、連休のシーズン運転なんでまあ乗る人がいないんじゃないかなっていうので一番あと逆方向もえっ、ー、と 通学の時間、朝の学校行く時間とは重ならないので、えー、ないなっていうので、重なる可能性が唯一あるのが、この釧路湿原のロコ2号ということだけだったんで、まあ乗ってみたいな気になるなというので、挙げさせていただきました。私としてはせっかく乗るんだったら、まあ、ああ、けどコントラスト楽しみたいから指定席買って指定席行ったり、自由席回ったりみたいな感じの乗り方をするか、まあ、 自由席の雰囲気を楽しむみたいな感じで、えー、楽しみになりたいなと、行くならそんな、えー、楽しみ方をしたいなという感じの列車です。えー、そうですね。まあ、せっかくだから、そのギャップも楽しむためには、わざと18切符買って18切符で、もしくはあれか、東日本、北海道、パスみたいなの買って、えー、行って、こっちは観光気分で行って、もう観光じゃない人いるわ、みたいな感じで楽しめたらと。 持っておりますこんな感じでですねまたあの気になる列車を見つけたらあの随時動画上げさせてもらいますので、えー、興味があったらご覧ください、えー。最後までご覧いただきましてありがとうございました。